山形線、山形線、山形線は、東日本旅客鉄道、JR 東日本を追う本線のうち、山形新幹線が走行する福島県福島市の福島駅から、山形県新庄市の新庄駅までの在来線としての愛称、及び普通列車の愛称である。山形線の愛称は、山形新幹線に対する福島駅。 山形駅間の在来線の相性として分かりやすくするため1992年、平成4年7月1日から使用されている。後に1999年、平成11年に山形新幹線が新庄駅まで延伸開業した際に山形駅、新庄駅間も山形線に指定され、現在に至る。新幹線直行特急。 翼の運行開始に伴い、この区間は、従来の狂気、期間線6 7 m m から、標準期、期間 1435mm に、改め期された。このため、山形線の普通列車には、標準機専用の車両が使用され、狂気である他線、東北本線、仙山線など、や大雨本線の新城駅北に乗り入れることはできず、また、 他線の列車や貨物列車が山形線に乗り入れることもできない、後日の単線並列区間を除く。かつて、福島、山形県境の板や峠には4つのスイッチバック駅、赤岩駅、板谷駅、峠駅、大沢駅があったが、山形新幹線開業の際に普通列車も、従来より高性能の電車に置き換えられ、スイッチバックは廃止された。スイッチバックの移行は、 現在でも各駅に残されている。2014年春より全区間が大都市近郊区間として新設される仙台近郊区間となり、同時に山形駅で IC カード乗車券、追加が利用可能となった。全区間、仙台支所の管轄である。山形新幹線開業当初は米沢駅山形駅間に座王という愛称の快速列車も設定されていたが、 1999年頃からは、全列車各駅に停車する普通列車となっている。新庄延伸当初は、米沢駅、新庄駅間を直通する列車が設定されていたが、徐々に、米沢駅、山形駅の両駅を境に運転系統の分離が進み、現在は、福島駅米沢駅間、米沢駅山形駅間、山形駅、 新城駅間の3区間折り返しを基本に以下のように運行されている。この区間は、関根駅米沢駅間を除いてすべて複線と設備が整っているが、人工気迫地域である板谷峠を通るため、福島駅米沢駅間を通して運行する普通列車は6往復のみであり、4時間以上列車の運行がない時間帯がある。一方、 福島市内の通勤通学需要が大きい福島駅庭坂駅間では庭坂駅折り返しの区間列車後往復を含めた11往復の普通列車が朝夕を中心に運行されている。しかしこの区間においても9時台から16時台までは運行本数が極端に少ない12時から13時台に1往復のみ運行ため日中は東北本線から山形線への乗り換え案内を 省略する例も見られる。福島・庭坂間では、並行する福島交通の路線バスの方が、はるかに本数が多い、毎時2本程度、22時台まで運転されている。この区間で新幹線の通過待ちが可能なのは、庭坂駅のみであるが、新幹線の合間を縫う形で、普通列車のダイヤが設定されているため、通過待ちは行われていない。 車両は719系5000番台のみが使用されている。ワンマン運転は行われておらず、車内改札が行われることが多い。この区間は1時間に1本程度、上りは2時間前後開く、時間帯あり運行されている。半分以上が単線区間である。ほとんどの列車が米沢駅、山形駅間の運行だが、朝の下り1本は新城駅まで乗り入れる。また、 山形駅の上り始発列車のみ、福島駅まで直通する。車両は、主に719系5000番台が使用される。一部列車は、ワンマン運転を行っている。かつて、蔵王駅山形駅間は、貨物列車の運転のため3000機になっていたが、蔵王駅発着の貨物列車の廃止に伴って、撤去された。1から2時間に1本程度運行されている。 足沢駅船形駅間以外はすべて単線である。ほとんどの列車が山形駅、新城駅間の運行だが、朝の2本、1本は村山発、土曜、休日は1本は米沢駅まで乗り入る。他に山形駅天道駅、村山駅間の区間列車がある。輸送障害発生時は山形駅桜んぼ東根駅間でも運転される。 日中と夜の一部列車はワンマン運転を行っている。山形花笠祭り、村山特内祭り、新城祭り、大石田祭り開催時には臨時列車が運行される。ただ、利用者の減少から減便傾向にある。また、山形駅午前地と正規間は、標準期の山形線とは別に、仙山線、あてらざわ線への直通列車専用の狂気の単線が、 併設された単線並列区間である。そのため、この区間は他の区間と比べ運行本数が多い区間となる。しかし間隔はまちまちで、同じ山形駅であっても日中は30分以上、開く時もあれば数分間隔の時もある。両線路とも戸籍上は大う本線であるが、それぞれ別の線路を使用している。都合上、時刻表などは別になっている。 船形駅の少し先、新城方向から陸羽東線が並走しているが、大羽本線とは別にレールが敷かれた、いわゆる単線並列であり、陸羽東線は、非電化のため河川がない。また、船形駅と新城駅の間に、南新城駅があるが、大羽本線には、南新城駅は存在しないためホームない。この駅は、陸羽東線のみの駅で、陸羽東線の列車のみ停車する。 いずれも山形車両センター所属の電車である。山形線は標準機であるため、車両も標準機用に仕様が変更されている。車両運用は719系、ワンマン運転対応編成と719系、ワンマン運転非対応編成、701系で分かれている。なお仙山線、あてらざ線からの乗り入れ車両については、それぞれの項を参照。 いずれも山形線の相性設定前に配信楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。